チャオ、あっちゃんです。久々にちょっと真面目に、自動車、車のお話をしたいと思います。はい。でここ最近ね、ちょっと寒くなってきて、もう外に出たら寒いよねっていう時期になってきましたよね。はい。で、っていうことはね、なんていうのかな、そろそろね、山間部の方はスタッドレスタイヤを検討しないといけないなっていう時期になってきてますよね。もうね、北海道の方とか雪降ってるよって言ったから、もちろんもう変えてますよね。うん。でもね、まだ雪降ってない地方の方、スタッドレスタイヤっていつ変えたらええねやろって思ったことないですか？雪を見たら変えるっていう人、だいたい何月何日ぐらいになったら変えるっていう人、冬かなって思ったら変える人、まあ、いろいろいてると思うんだけど、実際本当にスタッドレスタイヤっていつぐらいから必要やと思います？ね、答えは外気温が、最低気温がね、マイナスじゃないプラス2度になった時にね、路面が凍結するね。なんかおかしいでしょ。2度で凍るわけないやん。はい。凍るのは氷点下、0度で凍るんよね。うん。で、なんでプラス2度でスタッドレスタイヤが必要になるかって言ったら、道路ってね、アスファルト路面の、まあね、なんていうの、土があって、アスファルトがしてあって、その上を走ってるでしょ、車って。でも、全部がそこじゃないね。橋があるでしょ。橋の上って言ったら、コンクリート。橋ができてて、橋って言ったらこんな感じで浮いてるでしょ。でこの下を川が流れてたりして風が通るでしょ。風が通ることによってプラス2度の時に冷やされて凍結しよんねん、この上もし水がおったら。うん。だから日本車はそういうのないね、ついてる車見たことないけども、だいたいね、ドイツ車とか、フランス車もそうやね、欧州車は2度になったら、インフォメーションモニターがプーンって2度、プラス2度、凍結注意みたいな、なんか出よんねんね。英国とかドイツ語とかフランス語とかで、まあ、その国のね、仕様で、日本語仕様になってる車はプラス2度凍結注意かなんか、そんなこと出るね。うん。なんでプラス2度になったら警告するか言ったら、さっき言った通り、橋の上とか道路って同じとこ走ってるわけじゃないから、橋の上通ったり、鉄板の上走ったりとかで、いろんなところ走るとかで、プラス2度っていうのが凍結注意した方がいいよっていう警告なんね。うん。っていうことはスタッドレスタイヤっていうのは雪に効くタイヤだけじゃなく凍結にも効くね。で雪滑るけど、雪より凍結路面の方がめっちゃ滑んねんね。だから最低気温じゃ、まあ、自分が走る、だから朝、私昼しか乗らへんからいらへんねんと思っても、子供がね、夜中に熱出して、さあ走り病院駆けつけなダメやって、救急病院行かなダメやって、車に飛び乗ってプラス2度でね、ブーって走っとって、橋の上でスピンしたらね、子供の病気だけじゃなくなっちゃうんですよね。うん。だからそういうね、命に関わることやから、スタッドレスタイヤって履き替えるもんやねんけど、プラス2度になったら履き替えるっていうのが本当に安全のためなんね。はい。ということで、スタッドレスタイヤを装着する目安っていうのはプラス2度って覚えておいてください。はい。でスタッドレスタイヤは、何からこう、スタッドレスタイヤのタイヤにね、何年使えんねっていう話やねんけど、だいたいね、雪の量とか凍結の量、東北とか北海道で、本州のちょっと南がこう、本州こうあったらちょっとこう横向いて長いところらへんごめんね、なんか変な話、の上の方、日本海側のところと南側、九州とかで違うと思うねんけども、だいたいね、スタッドレスタイヤは、2シーズンから3シーズン、でもうやめた方がいい。
なんでかって言ったらゴムが毎年硬くなっていくから。だからほんまはいいのはつけたその年、翌年はちょっと劣化してます、3年目かなり劣化してます、4年目はスタッドレスタイヤの形してるけども効かへんと思ってもいいぐらい、効かへんことはないけどももう気休め程度に思った方がいいぐらいの、使用期限っていうのがほんまね、まあメーカーもそんなことあんま言ってないねんけどもね、うん、だからそれだけ劣化はしてきてます。だから北海道とかね東北の方の人なんかやったら多いのが雪降る今ぐらいの季節にねスタッドレスタイヤを買ってで走る、雪の中走るで春になったらつかんくなるからそのタイヤで夏走って使い切ってしまうので、翌年また今頃になったらニュースタッドレスタイヤ入れる方もいてる。危ないけどもね、スタッドレスはぐにゃ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 するからブレーキ、晴れた路面ではブレーキの効きも、雨の走行も、コーナリング性能も晴れタイヤより落ちるからね、だからほんまは危険やねんけどももったいないからそうやって使う人もいてます。で東北のねみきちゃんの実家の方あと福島のねお父ちゃんもやしみきちゃんもやったしみきちゃんの兄弟でその周りの人らもやけど、だいたい2シーズンやんて、新品入れて冬履いて翌年もう一回また今頃の季節に入れて、でだいたい4月かぐらい、4月か5月かぐらいまで履いておくぐらいしてんだけど、2シーズン履いた、2シーズン目はそのまんまスタッドレスタイヤで1年走って今頃のシーズンに皿入れるって言ってた、これは関西の人らはね雪1年関西で奈良のあっちゃんの近くはね1年に2回3回10センチぐらい積もんでね、あとはねもうほとんど積もらないね、だから4シーズン5シーズン6シーズン下手したらスノーサイン、タイヤの横に三角マークがあるんだけど、三角マークが2種類あって、三角っていうかここまで減ったらスタッドレスもダメですよ、でここまで減ったら、晴れの路面で使うのもダメですよってサインがあるんだけど、スタッドレスダメですよサインがは、減ってきたらブロックとブロックの間橋渡しあるんだけど、橋渡しつながんねんね、それつながったらもう雪効かないよ、雪とか凍結効かないよっていうサインやんだけど、それで出ててもスタッドレスをしつこく使ってる人がいてんねん、でもそんなに事故せえへんねん、なんでかって言ったら凍結路面走らへんかったり雪の中って年に2回3回から乗らへんから、単なる気休めお守り程度につけてる人が多いねんね、それでもねもう雪降ったら危ないからバスで行くとか言ってね乗らへん人はそんな感じの使い方してるけど、もう全然スタッドレスの意味がないんです、そうなってくると。でだから、スタッドレスタイヤっていうのはほんまは2シーズンとかで入れ替えてもらうのがほんまはベストな、もったいないけどもね、でももったいないもったいないけどタイヤ高いけども自分の命を守るためと思ったらね、自分の命そんな安いんかって言ったらね安いもんじゃないから、そこは気をつけてもらいたいなっていうところなんです。はい。であともう一点、スタッドレスタイヤで空気圧をね1年、ホイール付き買ってくる、ホイールなし買ってきて、ホイールなしがタイヤだけ買ってきて、タイヤをね自動車屋さんとかタイヤ屋さんとかガソリンスタンドで交換する人っていうのがいるんだけど、そういう人はねちゃんと交換した時にお店の人が空気圧調整してくれるからいいねんけど、1年ねホイール付きで買ってくるね、言ったら、ホイール付きスタッドレスタイヤって売ってるからそれ買ってきて自分で付け替えたりする人いてんだけど、空気圧調整せえへんかって走ってる人もいてんねん、でそれがちょっと危険だから、スタッドレスタイヤに変えたら必ず空気圧を調整してください。で空気圧の調整、ここまた重要やねんけども、空気圧を間違ってる人が多い、それも自動車関係とかタイヤ関係とかのお店の人でも間違ってる人が多いんです。はい。それはちょっとね今から話するけどもね、タイヤって、車のドア開けたところ、国産やったら一番多いのが運転席のドア開けたドアの開いたここの面、ドアガチャって開けた時の乗り込みのこの面に空気圧何キロって書いてあんねんね、何キロって今言わへんね、今パスカル、キロパスカルって書いてある、KPS かキロパスカルって書いてあんねんけど、単位が変わってん、あちゃんがね現役でやって、現役っていうか覚えたっていうか車やってた頃は、キログラムパーだからなんとかや、だからキログラムパー立方センチか、だから何キロ、だから 2.4 キロ 2.5 キロ言われてたけど、今240キロパスカル、ね、だから単なる、単位は
単位はほぼ一緒やねんけど、その桁が変わっただけね。だから240キロパスカルとか220キロパスカルとか書いてあんねんね。うん、で外車なんかやったら、燃料の蓋、ガソリンのコックの蓋のところの裏側に書いてある車もあるし、で書いてない車はだいたい説明書に書いてあったりするんだけど、だいたい220キロパスカルから240キロパスカルぐらい、250キロパスカルぐらいやねんけどね。うん、それより夏タイヤはそれでいいの。でもスタッドレスタイヤとか雨の日走る場合はプラス50キロパスカルしてほしい。なんかおかしいなと思うでしょ。空気を減らした方が滑らへんような気するでしょ。それはね、大昔の間違った常識なんですね。はい、今のタイヤは、何かって言ったら、昔はバイアスって言ってタイヤの横がやっこいふにゃふにゃなねタイヤって言うの、今はラジアルタイヤって言ってタイヤの横がガチンってしっかりしてんね。で、何で路面を加えてるかって言ったら、トレッドって言って、タイヤ この溝とかある、山とかあるでしょ、形、タイヤの形かっこいいわとか、うん、そういうタイヤの面がスタッドレスなんかやったら、それが一個一個のブロックがぐにゃ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 動くねんね。その動くことによって、凍結路面とかスノー路面、雪路面を捉えてんねんけど、なんで滑るかって言ったら、氷で滑るわけでもなく雪で滑るわけでもないの。タイヤっていうのが転がってるから熱持ってるでしょ。で、熱が雪とか氷を溶かしようねんね。溶かした時に氷の上にできる水の膜があんの。その水の膜が滑りようねん。言うたら氷に、氷に指を持っていったら氷ピチョってひっつくでしょ。氷口にピッてやったら唇に氷ピッてくっついてイデデデってなるでしょ。と一緒でタイヤも氷にはビチャってくっつくもんやねん普通は。ねんけども、その上がね、タイヤの熱とか、まあ、風はいろんな条件でね、氷の上を溶かしよるわけよ。ほんだら氷の上に水の膜があってタイヤがあるってことは、氷だって分子でできているから顕微鏡で見ると粒々なんね。っていうことは、パチンコの玉いっぱい持ってきて路面にバーってばらまいた上歩いたらズルンって滑るでしょ。それと一緒でタイヤもツルンって滑ってスピンしたり事故したりすんねんね。だから氷とタイヤの間の水が一番危ないの。だからその水を掴んでかき出すっていうタイヤがスタッドレスタイヤになってね。だから物を掴む時って言ってみたら、硬い関節曲げずに物を掴もうと思ったら難しいけど、やっこいもんね、ふにゃんってふにゃんって掴めたら掴むでしょ。と一緒で水もタイヤがうにゃ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 揉むことによって水を掴んでかき出す。であと溝とかに入り込んで、スタッドレスタイヤってやっこいのはスポンジみたいに色目に見えへん、目に見えへんって言い過ぎやけど、細かい気泡つぶつぶがあるのね。そのつぶつぶの中に水を取り込んでかき投げ出す。だから表面の面、ここに水が入るけど、ここの面と路面の間には水がもうない状態で食いついてるわけだから滑らへんねんね、スタッドレスタイヤって。それをフルに発揮しようと思ったら、ラジアルタイヤのタイヤを空気ちょっと張り気味にしてカチンってしたら面だけがヨレヨレすんでね。で、昔の感覚で空気圧低い目方がいいよ、ここがやっこいからうにゃうにゃすんの。ほなうにゃうにゃするものの上にうにゃうにゃあったら、こっち側に吸収されてこっち側がうにゃうにゃ吐きでけへんのよ。だからここカチンとしてまたうにゃうにゃだけで路面をね、掴めるから、だから空気圧は基準の標準空気圧のプラス50キロパスカル、昔で言う 0.5 キロ、はい、プラスしたってしてあげてください。うん、それで、氷とか雪の路面を捉えるスタッドレスの力がフルに発揮できます。はい。で、なんでそうやってね、空気を抜いたらええかっていう変な常識ができたかっていうのね、昔ね、タイヤって雪道走る時スタッドレスタイヤなんかなかった時期はスパイクタイヤっていうのがあって、ピンがいっぱい刺さってんねん、タイヤに。ピンがいっぱい刺さってるから、ピンが氷をね、ザクッて氷の中にピックでガンってつっついて、またつっついてクッて走ってるようなもんやねん。だから氷にガンって食い込まなあかんから、空気圧がいっぱいの時にガンってくる、空気圧柔らかい目の方がむにゃむにゃ揉むから、これが柔らかい分ピンもふにゃふにゃってやるから、いろんな角度から刺さるから食いつくやろうっていう考え方で空気圧を下げたっていう考え方と、
あとね、タイヤって硬かったら、どう言ったらいいかな、硬いもんでツルツルの路面を硬いもんでだツルンと滑るけど、柔らかいもんやったら滑らへんやろうっていうね、うん、あの非科学的な考え方で空気圧を抜く人、雨になったら空気抜けとか、雪降ってたら空気抜けって言うけど、逆に空気入れないとダメな、空気増やしてあげてほしいね。だからもし突然ね、夏タイヤやったあかん、やったあかんし、ほんのすごい危ないけども、急に雪降ってきてこれやばいなって思った時は、空気圧でガソリンスタンドへちょっとね、夏タイヤでも足したら、ちょっとだけ雪道で滑りがマシになります。やっても気休め程度やけどね、うん、逆にね、雪降ってきたって空気抜く人がいてんのよ、逆に滑ります、危ないです、はい、空気は足さないとダメな、うん、それが今のタイヤなんです。はい、だから雨降ってきてもね、空気圧足す方がね、うん、ちゃんと走れるんです。だからね、それが今絵に描いてみてんけども、ホワイトボードないんよ、量が使ってんの、使ってんの、どっかやりよったんよ、上持って上がったんだよ。これ空気圧低かったらね、タイヤがよれるから路面との間にこう真ん中隙間できんねん。っていうことは、夏タイヤでも一緒やけど、こういう空気圧低いと真ん中になるから、こういう減り方へこみ方せへんからね、走っとったタイヤがよれるから、よれたらこっちの角だけ飛ぶね。だタイヤの外側とか内側だけ減って真ん中だけ残ってる人いてるでしょ、空気圧不足なんです、夏タイヤでもね。でスタッドレスの場合こうやると山がね、タイヤのこれタイヤね、これがトレッドっていってゴムの山みたいなところね、山がペコンとへこむことによって接地面積が低くなっちゃうので、今度空気を入れすぎると真ん中だけポコリンって膨らむから、逆にまたこれ外だけが当たらなくて真ん中だけタイヤ減っちゃうの。ということは真ん中だけしかこのゴム当たってないから、ちゃんと接地面捉えてないの。だから適正空気圧がベスト。でそっから50キロパスカル入れることでタイヤを変形せずにタイヤをがっちり固めることによって、この面だけがヨレヨレして路面を捉えるっていうね。だから 0.5、50キロパスカル空気圧を足してもらった方が雪道はちゃんとしっかり走れますよっていうお話でした。はい、今日はねちょっとね寒くなってきたし、そろそろスタッドレスタイヤを考えないとダメだなって思ったから、あっちゃんは急遽タイヤのお話させてもらいました。はい、またこんな感じにね、車関係のお話これからもしていきたいと思います。ちょっとねずっとやっててんけど、かなりね飛んでたんで、久々にちょっと車関係のお話してみました。はい、いかがでしたでしょうか。もしよかったら、あっちゃんのお話ためになったなと思ったら、グッドボタンを押してください。うん、はい。で、時々こういうお話します。うん、あっちゃんの話おもろいわって思ったら、チャンネル登録してください。こっちやったかな。多分。こっちかこっちかで迷うねんけど、チャンネル登録ボタン押してください。スマホの人は、下の動画の説明欄のところにチャンネル登録がね、チャンネル登録してください。はい、でまたね、いずれねこういうお車のお話別チャンネルにしようかなとは思ってんねんけどもね、他のあっちゃんの雑談とかいろんなね動画を1日10本近く上げてるんで、もう通知めんどくさいわっていう人はねごめんなさい。近いうちに車関係分けるようにします。はい。で、車関係のお話ね、だけでも、よかったら聞いてください。で、他のお話も別に、見てみて、面白いなと思ったら見てください。はい。ということで、あチャンネル、久々に真面目に車のお話してみました。はい。よかったよっていうコメントとかあったらください。うん。いや、おもんないわっていうコメントもくれてもいいです。はい。で、いや違うよ、間違ってるよっていう反対意見もあったらください。あっちゃんはこれが今のあっちゃんの、タイヤをねいろいろ熟知してきた中で、蓄えてきたノウハウでは、やってきたことなんで、うん、違う反対意見もあったら聞いてみたいし、はい。で、はい、ということで、ブリヂストングッドイヤーのタイヤアドバイザー資格を持ってるあっちゃんからのタイヤのお話でした。ではまたね。バイバイ。